あ、今日明日ですかね。明日か。今日土曜日だと思ってた。ね、金曜日。いいね、花火明日ですね。花火。明日ね、あのさっきのファイブスターとあの横浜の花火をこうイメージした気分ですけど、そんな感じでね、明日もぜひね、よかったらそうですね、ね、花火を楽しんでいただければと思っております。じゃあ、まあ、横浜の歌、いくつかあるんですけど、元町からね、こう大観坂こう登ってクリフサイドの横トンネルってまた本木通りに行って、これでかもめ町であのラジオ聴いてたらね、はい、FM 横浜からこの曲が流れていってやって、そういう歌です。聴いてください。タツノオトシゴ。
GTT 上司、ありがとうございました。これいつもね、アントワルドが最後にやる曲だから、途中で終わってもなかなか珍しいんですね。スペシャルバージョンでお届けして、どうもありがとうございました。いやー、しかしなんだね。CKB、クレジーケンバンド知ってる人いますか？あ、結構いるね。嬉しいですね。嬉しいね。ありがとうございます。もうね、今年で結成して20年になりました。ありがとうございます。本当に何やっても続かないんだけど、このグループだけはね、20年も続いております、そして来年はですね、デビュー20年でございますね。来年もやりますね。来年もドカンと、だからアニバーサリーが続くということでね、はいはい、祭り祭り祭りって感じでね、ずっと行くんですけども、はいはい、でまあ今日初めての方もいらっしゃると思うんでね、はいはい、こんなバンドってどっから買ってもほらレコードも2、300枚ぐらい出してるんで、どれを買っていいか分かんない。